お待たせしました。いよいよチャンピオンカップ。一体誰が相手かな？チャンピオンカップファイナルトーナメントの始まりです。第1回戦、第1試合。まずはチャンピオン推薦のジムチャレンジャー、ミー。相手はレイジングウェーブ、水タイプの使い手、ルリナ。最初の相手はルリナさんね。ルリナさんの本気のポケモンバトル、なんか緊張するよ。バウタウンスタジアムで戦った時よりはるかに強くなっている。さすがは無敵のチャンピオン、人を見る目もチャンピオンクラス。でもね、あなたはチャンピオンではないし、なれないし。だってあなたにもダンデにも勝つのは私、ルリナだから。こんなこと言われたらうちのノリオが本気出すわよ。私は、あなたを見くびらない。今度こそダイマックスで世界の果てまで流し去ります。え、不足無者。こんなポケモン隠していたのね。ノリオは使えないからリンゴさんお願い。まったく、ノリオさんには呆れますよ。私やコッコ姉さんの方が美人なのに。え、ソニアががっかりするけれどあなたのチーム、流し去りますね。それはこっちのセリフです。惜しい？あともう一発撃ててたら、撃てるかよ。ひでえ技だけどそれなりに強いのがムカつく。食らい上がれ。隕石にご注意ください。逃げられないわこんなの。もう一回来ますよ。リンゴさん、優しそうな見た目でやること結構えげつない。こんなアップルパイな見た目なのにね。最後は俺対俺の戦いだ。一緒にすんな。ポケモン界のクッパことカメオ、果たして勝てるのか？次回、カメオ、負ける。負けてんじゃねえか。あれ、なんかあいつ俺と姿違くね。あのカジリガメ、レイドバトルでゲットした巨大マックスできるカジリガメなんだよ。あんたと違って特別なのよ。勝ったけどな。うん、俺の方がかっこいいことが証明されたな。そういう勝負だったのこれ。何はともあれルリナに勝利したぜ。やっぱりチャンピオンになるのは私の方だったわね。それでは皆様、第1回戦、第2試合までしばらくお待ちください。1回戦の結果です。お、次はオニオンさんとバトルか。向こうのブロックではネズとキバナがバトルするぜ。なんとかオニオンに勝って決勝に進むわよ。よし、それじゃあ頑張っていきましょう。相手はゴーストタイプ使い、こっちは誰で行くんだ。俺だよ俺俺、ペコマルだよ。出た、可愛い見た目で中身おっさんのモルペコのペコマル。ペコマル、なんとか相手を倒して。わかった、なんとか倒してみるわ。ガブリ。ハムスターなめんなよ。え、こいつハムスターだったの知らん。どうだいお前もローン。ヨノワールだよ。シンデレラを噛み砕く。ポケモンの名前を一から勉強した方がいいな。今度はカップデスを噛み砕く。どう見てもポットでしょうが。ちょっと私にもやらせな。コッコ姉さんは戦闘強だからね。女子力を発揮がえているのがコッコです。すげえな、一撃で倒したぜ。ちょっと姉さん困るよ。俺がここで活躍しなかったら視聴者さんが忘れたらやちゃうんだから。そんな危機感を感じていたのね。ってことでダイアークを食らわせちゃう。いけー。よっしゃー、ペコマル大活躍だ。ミー選手、2回戦見事突破。決勝の相手は、ノーダイマックスネズか、ドラゴンマスターキバナか。皆様次の試合までしばらくお待ちください。出た、次の試合はキバナとだぜ。つい最近も戦ったのにまた。キバナさんはジムバトルでも強かったから油断できないね。そろそろこいつも戦いたいだろうし全力で行きましょう。うわぁ、よく寝たよく寝た。寝起きの準備運動だ。安心感がすごい。俺だってあのゴリラなんかには負けないぜ。ゴリカメは2個1です。ナイスカメオ。今度は私が隕石でも暮らしましょう。恐ろしいことができるもんだぜ。リンゴさんもよくやったわ。そしてまた俺登場。カメの口から冷凍ビーム。なんかやだ。ナイスカメ。カメちゃんの時、最後は俺がいいところを見せて終わるぞ。あのポケモン、ダイマックスするとビルみたいになるのよね。建物を壊すみたいな感覚だな。池のりを、これで決めろ。やったー、キバナさんに勝ったわ。おー。勝ったのはミー選手。輝く背番号31、勝ったのはミー選手。推薦状をもらったポケモントレーナーが、推薦状をくれたチャンピオンに挑みます。いよいよチャンピオンとのバトルか。ここまで来るのに長かったわね。チャンピオンがどんなポケモンを使ってきてどれくらい強いのか楽しみだよ。絶対に勝って、リザードンポーズではなく今後はミーポーズを流行らせるんだ。はい。コートの張り詰めた空気、それとは真逆の観客の熱狂、どちらも最高じゃないか。いいかい、彼ら観客はどちらかが負けることを願う、残酷な人々でもある。そんな怖さを跳ねのけ、ポケモントレーナーとしての全てを、チームの全てを出し切って、勝利をもぎ取るのが、俺は好きで好きでたまらない。俺の最高のパートナーたちもボールの中でうずうずしている。さあ、チャンピオンタイムだ。
ガラル地方チャンピオンダンデと、パートナー、リザードンたちが、これまでに得た経験、知識で君たちの全てを打ち砕くぜ。こっちこそガラルに新しい風を吹かせてやる。ちょっと待って。何かあったの？おい、モニターを見ろよ。ハロー、ダンデ君にミー君。委員長。なんだ、一体何の連絡だ。ガラルの未来を守るため、ブラックナイトを始めちゃうよ。ブラックナイトですって。そんなことしたら逆にこのガラルがヤバいんじゃ。ただ、ブラックナイトのエネルギーが溢れ出して危ないんだよね。うわぁ。光の柱が。ちょっと、一体どうなっちゃうの、チャンピオンとのバトルは。ダンデ君が話を聞いていたら、こんなことにはならなかったのにね。こいつ、そんな勝手なことを言うなんて。この事態をなんとか収めないと。収めるって言ったって、どうやったらこの光がなくなるのかしら。兄貴、みー。あ、ホップ。ホップも心配して駆けつけてくれたんだな。果たして無事に事件は解決するのか。え、ゼロ人。そうよゼロ人よ。恋愛のレの字も知らねえじゃねえか。でも恋愛マスターって名乗っていた方がいい女度が上がるでしょ。そうかな。この野郎騙していやがったなぁ。いやぁ、なぜバレたぁ。たった今自分から恋愛経験なしって言ったんだろうが。あれぇ。嘘をつくとろくなことにならないよ。これから恋愛するから大丈夫でしょうよ。何が大丈夫だぁ。ゲロー。このサメの野郎、何度もパクパク食いやがって。ゲロ基地が出てるんだぜ。せめてこの超危険アスレチックをクリアして、ちょっとはすごいってところを見せつけてやりなさい。そうね、こいつらに私の凄さを見せつけてやるわ。ひぃ、ここすげえ狭い。サメに噛まれないように気をつけてね。慎重に進むわ。よし、なんとか難関は突破したぜ。あとは直線よ。はぁ、やったぁ。どうよ、私だってやればこれくらいできるのよ。きっとサメたちも考え直してくれるよ。ああ、そうだな。ここまでたどり着いたのは紛れもなくこいつの頑張りだぜ。さあ、この出口から外に出るわよ。ちょっと何よここ。鍵が閉まってて出られないじゃない。ってことは、自力でまた戻れって。世の中そうそう甘くないね。くぅ、この荒波に揉まれて磨きがかかるのよー。私、バイクも好きだけど車も好きなのよね。いつもこんな風に飛んだり跳ねたりしているのよ。こいつは普通に乗れねえのか。ゲロには日常にスリルを求めているのよ。うふふ、こんな風にね。なんてやつだ。あ、人暴れしていい汗かいたわ。あら、こんなところに猫ちゃんがいるわね。この猫ちゃんは前に保護した猫ちゃんとは別の猫ちゃんだよ。うふふふ、かわいいわね。なんやこの変態。変態に目をつけられたかわいそうな猫ね。前々から猫ちゃんを飼いたいと思っていたのよね。猫おい、この肝がいる。その薄汚い手を離しな。にゃーブーちゃん、私のペットのミケちゃんよ。ベタな変態。あんたの方が全裸に角生やしてて変態でしょうが。あ、今日もブーちゃんが元気にバグってるわ。じゃあ。あ、ブーちゃん時が止まってる。ひぃ、今回まだフックショット使ってねえのに。あ、これ一時停止してないわよ。ブーちゃん、どうしちゃったんだ。今なら簡単に捕まえられるからチャーシューが作れるわ。やめてやれ。あれ、ブーちゃんだけじゃなくてみんな固まってる。このアングルにいる猫がすげえかわいそう。こんなに固まったのなんて初めてだよ。あ、ゲロミは動けるのね。ちょっとブーちゃん何固まってるのよ。ほらミケちゃんと仲良くしてあげてちょうだい。ふひぃ、こいつ近づけるなよ。なんか知らねえがバグっちまうんだ。なんだ、君もやつ猫にビビってんのか。世界一臭い豚のばあちゃんがやってきました。おい、兄ちゃんに向かっておいってなんだよ。この豚兄弟はいつも喧嘩してんな。この腐れ豚が風呂に入れば俺だってひどく当たらないさ。風呂に入っちまったら俺の個性がなくなっちまうだろうが。何やってんだあの豚ども。猫ちゃーん、俺実は超猫好きなんだよね。おいくせえ、この豚マジでくせえ。ほらほらブーちゃんも照れてないで猫ちゃんを可愛がってあげてちょうだい。じゃあ、俺をこいつに近づけるな。逆に俺は触りたーい。くっせえ豚来たー。何このカオスな光景。デモン猫ちゃん。こいつの荒ぶり方半端ねえ。まったくあんたたちはお互いにいやいや言って。しょうがないから私がひとまとめにしてあげたわよ。おいでろ、余計なことしやがって。あの豚どもの迫力に猫ちゃんが負けてるわよ。こりゃサーカスに入団できるわ。おお、ブーちゃんすげえ。あらミケちゃん、ブーちゃんに興味を示したみたいね。踏みつけてやるぶん。こいつは猫が苦手みたいだがな。ちょっとブーちゃん、あんたそんなに怯える必要ないわよ。
さっきバグったのは偶然よ偶然。そうそう、ミケちゃんがいるからじゃないって。これが偶然じゃないだって。めり込んでるー。大丈夫、これは幻覚でバグっているように見えるだけ。言い訳あるかー。おかしいわねー、ブーちゃんだけ毎回バグるなんて。あいつの体ベッコベコじゃねーか。ブーちゃん、わかったわ。おう、ようやくわかったか。今度はミケ猫じゃなくて黒猫にするわ。この野郎全くわかってねー。今日も最後まで見てくれてありがとな。みんな、用意はいいか。それじゃあ今日も闇闇じゃんけん張り切っていくぜ。最初は、グー、じゃんけん、ポン、あっち向いてー。ほい。あの委員長、やっぱりやらかしてくれたか。それじゃあまた次回も勝負しようぜ。